選手に対する心ない投稿というのがありました。まあ、これはですね、日本ハムの伊藤大海選手がですね SNS で公開していたんですけれども、正義感じゃないけど許せなかったということで、自身に対するダイレクトメッセージで届いた誹謗中傷を9月11日に公表しました。そしてですね、それを受けまして13日の日本ハムとオリックスの試合のヒーローインタビューでお立ち台に立った松本剛選手がね、それに関してちょっとコメントしました。ご覧いただきたいと思います。打てずに、負けた時結構僕も誹謗中傷来るんで、できればね、激励に変えていただいて、今日みたいに活躍した試合はお褒めの言葉をたくさんダイレクトメッセージしていただけたら、選手の皆さん結構見てますので、皆様の声援が本当に力に変わります。一言一言真摯に受け止めて、頑張りますので、残り全試合たくさんの応援よろしくお願いします。ということで、まあ、あの現代のプロ野球選手 SNS やってる選手も多いんですけど、やっぱりそういう、こう心の誹謗中傷も届くこともあるみたいですね。そうですね。だからまあ大前提として、うん、そういう、ね、そのダイレクトメッセージでもいろんなコメントでも、うん、っていうところを、うん、その送るのは大前提ダメですよ。そうです ね。それはもう、はい、モラルとしてもね、人としても、うん、でもそういうのがね、どこまで言ったところで必ず来るわけですよ、はい、ってなった時にもうそれによって多少のメンタルが揺るぐ可能性があるんだったら、はい、もう見ないってことですよ。あ、もう、はい、まあ、そういうこともできますからね、はい、ダイレクトメッセージ届かない。そうそう、だから受信を発信はするけど受信はしないっていう。なるほど、はい、だから発信はするけどエゴさしないとかっていう風に、やっぱそのね、見ないっていうところも、うん、だってまあ今 SNS なんでね、はい、ありますけど、僕らの昭和時代だったら見るもんなんもないんですから、うん、あ、そうかそうか、はがきで届くんですから。あ、はがきで、完成はがきで、はがきでそういうのが届いたこともあります。あ、全然あります。あ、そうなんですか、はい、だからそういうのね、まあ、時代の変化ともにあるんですけども、うんうん、まあ、見ないっていう点で、ちなみに僕はその今 X ですか、うん、あ、そうですね、はい、あの自分で何もしてないんですけど、はい、あのフォローしてる人以外ダイレクトメッセージが届かない機能になってるらしいんですよ。あ、なるほど、設定。はあ、だからそういうのもできるわけじゃないですか、うん、なるほど。で、まあ、ちなみに僕はあのー、見たところで1ミリも何とも思わないですけど何言われても佐々木さんの場合はってことですよ、はい、いや、いっぱい来ますよ多分。まあ、そうですか。ああ、 YouTube のコメントとかもそうですし、何言ってんだみたいな、そんなもいちいち気にしてたらね、うん、で気にしてたらっていうか、まあ、見ても1ミリも何とも思わないですけど。なるほど、はい、まあ、だから自分のがどういうタイプかによってその対応を変えていけば、うん、そうですね。だから大前提ダメなんですけども、うん、 でもやっぱそういうのがある中で、うん、やっぱり自分のメンタルとかやっぱ自分の心の持ちようとかが崩れたりするパターンはやっぱり見ないっていう選択肢も取られてる人いっぱいいますもん、芸能人でも。なるほどなるほど。 SNS もしないし、見たくないからそういうのも見ないっていう人もいっぱいいるし、エゴサしないっていう人もいっぱいいるんで、はい、まあ、そのね、見ないっていう、ね、選択肢もあるんでね、うん、そういったところもやっぱ自分を守るのも自分も大切なんでね。そうですよね、はい、これからのね、アスリートとかもそうだし、テレビ見てる人たちもそうだしね、うん、そういったところはね、やっぱり自分のどこまでの許容範囲があるんでね、判断しながら全部が全部する必要ないんでね。そうですね、うん、まあ、こう交流のチャンネルがある分、やはりこういうことも起きてしまいますので、もう選手あってのプロ野球だと思いますので、みんなで盛り上げていけるようにしたいなというふうに思います。最後までご覧いただきありがとうございます。アベマバスパリーグ番組 MC の辻歩です。この番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースです。この動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから。